千代田区に住民票がなくても千代田区で新型コロナワクチン接種ができるようにするための届出をしてきました。はい、え皆さんどうも参議院議員の浜田聡でございますえ。今回はですね、報告になりますえ。私はですね、現在東京都の千代田区にあります参議院のね清水谷議員宿舎に住んでいるわけでございます。で、ただですね、住民票は 岡山県の倉敷市にあるわけでございます生活の主な拠点がですね、基本的には平日にはもうこちらの方にいるということなんですが、まあ、住民票がねあの、岡山県倉敷市にありますので、ワクチンの新型コロナワクチン接種のねあの接種券については、岡山県の倉敷市の方に届きました。ここちらですねこの前 えー、数日前かな、あのー、岡山県倉敷市の自宅に戻って、このワクチン接種券をね、あのー、もこちらにね、持ってきました。で、本日ですね、あのー、東京都の千代田区役所、保健所かな、に行ってきてですね、えー、千代田区に住民票がなくても、千代田区で新型コロナワクチン接種ができるような手続きをしてきました。まあそそれででですね、えー、それができるための おですねえー、紙,紙といいますか書類がこちらになります。こちらの、ね、書類をいただいてきました。えー、住所地外接種届出済証、新型コロナウイルス感染症ということで、書、え、き、ー、の通り、住所地外接種届出済証を発行するということで、まあ、特になんかね、ハンコとかもない、えーまあ、紙なんですけど、まあ、これでなんとかね、えー、大丈夫なようです。はい えー、ということで、まあ、千代田区はですね、こういうサービスをまあしているということみたいでございます。まあちょっとね、以前の動画とちょっと内容を被るところになりますが、はい。ちょっとだけね、画面の方を切り替えて、えー、お話の方をしていきます。まあ、千代田区はですね、えー、そこに住民票がなくても、まあ、ワクチン接種がまあできるということを、まあそういう施策をね、えー、しているということになります。で まあ先ほどですね、お見せしたような倉敷市でもらったですね、ワクチン接種券。まあ、あの皆さんがねあの、千代田区で受けたい方はですね、えーまあ、その千代田区に住民票がない,ないけど、千代田区で受けたいという方はですね、えー、そ皆さんの住んでる地域でのもらったワクチン接種券があればですね、これを、あ,あればっていうというかですね、まあ、あとですね、いろんな事情が許せばですね、えー ででもワクチン接種ができるとということになります、まあ、申請方法、先ほどの、ね、紙もらうのに申請方法がいくつかあるんですけど、郵、ま、送、あ、だと時間がかかりますので、まあ、私はですね、えー、本日窓口に行って直接もらってきたということになります。で、インターネットでですね、手続きっていうのは今のところできないみたいでございます。で、まあ、今後ですね、今後というか、まあ、あの本日、この 券をもらったので、えー、明日以降ですね、接種できることになります。で、えー、まあいろいろとね、千代田区にも集団接種会場というのが複数あるようなんですけど、まあそれ以外にもですね、個別の接種会場というのがあ,あります。はいで、まああのね、ねコロナワクチンナビというのがまあ,あってですね、えー、この それぞれの小規模と言っていいんですかね、あのまあ、各ねあの病院、あるいは小さな診療所、個人の開業医みたいなところで、えー、ワクチン接種ができる、まあ、できるところの、ね、一覧がです、ね、ネット検索できるということになります。まあ、この中で、ですね豆干、まあ、しいところに連絡を取ってですねワクチン接種をしていこうと思います。 しに行こうと思います、まあ、予約可能なところだけで、まあ、検索かけているんですけど、まあ、あの結構ねあの、予約可能なところはたくさんあるような印象です。まあ、実際のところですね、まあ、電話してみないとわからないかもしれませんが、まあ、今見た感じではですね、えー、結構たくさんの会場があるように思います。はいまあ、こ,これだけあればですね、まあ、どれかね、 えー、ワクチン接種できるところは一つぐらいあるんじゃないかなと、私は現時点では楽観的に考えております。で、まあこれはね、次ですね、あの防衛省かな、はい自衛隊の大規模接種センターというのもですね、まあこれ千代田区にあります。これはですね、えー、千代田区民に限らずですね、えー、日本全国でですね、えーまあ、千代田あのあ、失礼、あの、 こちらの、ね、ワクチン接種券をお持ちの方であればですね、えー、ワクチン接種ができるということになります。で、今現在はですね、予約がいっぱいなんですが、こちらはですね、明日からまたさらに来週の分の予約が始まります。えー、ここですね、えー、予約受付期間及び接種実施期間なんですけれど、はい、えー 接種実施期間、来週からですね、7月19日から25日までの接種実施期間において、えー、なんですけれど、この予約が明日の7月16日18時から始まります。で、予約可能数が2100となっております。こちらですね、おそらくなんですけれど、すぐにですね、締め切るんじゃないかなと思います。その前回の分もですね、はい。あの すぐにねあの、予約開始して、比較的すぐにその予約枠が埋まったとですね、報道があったと思いますので、まあ、同じようにですね、この次も、明日からね、始まる、えー、予約の受付もですね、すぐに埋まるんじゃないかなと思いますので、あのまあ、もしねあの、こちらで接種したいという人がいればですね、えー、まあ 予約を考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに私はですね、えー、一応中区で接種できることがまああの一応ね、えー、その先ほどの手続き書がまあ、お伝えしたようにですね、えー、まあ接種できますのでまあ、ここじゃなくても接種できますということなのでまあ、ここはねできればあの中落外で まあ、接種をね、希望されている方に、まあ、できれば譲りたいなと思います。まあ、あの、千代田区内での接種ができなさそうであれば、こちらのね、接種もちょっと考えてみようかなとは思っておりますが、まあ、とりあえずね、あの、明日、千代田区内で接種できるようにですね、えー、進めていきたいと思います。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、あの、後半、グダグダとなりましたが、一応ね、あの、本日、 千代田区内で接種ができるように手続きを進めてきたことの報告でございましたまあとですね日本全国でですねワクチン接種の空きが出たところについてはですねツイッターのアカウントでそのそういう アキ情報をどんどん提供しているものがありますので、えー、まあそういったところをですね、フォローしてみるのが一ついい手じゃないかなと思います。まあそういうアカウントについてはですね、また概要欄の方にリンクを貼っておきますので、まあ適宜見てもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今回はですね、えー、私が今後 新型コロナワクチン。できれば明日接種、ね、1回目の接種したいなと思っておりますが、あそのための準備をしているという報告でございました。はい。というわけで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。えー、参議院、清水谷議員宿舎より NHK をぶっ壊す。はい。どうもありがとうございました。